宗像三女神とは、宗像三女神は宗像大社という日本の歴史上重要な域に創建される神社に祀られる美しい三女神を言います。日本神話においてスサノオノミコトの子もしくはアマテラスオオミカミの子とされ、とても重要な役割を持って地上に降り立ったとされる伝説を持つ神様です。こんにちは、ナビゲーターの藤吉田です。今回は宗像三女神、宗像三女神と宗像氏についてお伝えしていきます。宗像三女神の伝説についてや民衆からも広く財運や交通安全などの御利益で信仰を集める宗像三女神にまつわる様々な説をご紹介します。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。またコメントもいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。宗像三女神と宗像氏、神話の話と実際の宗像三女神の信仰に関わる豪族の存在の説をご紹介します。日本神話は実際に存在した民族との闘争や協力関係を神様という物語で表現したものと言われます。例えば天津神と国津神という存在も大和朝廷という中央政権に関わるようになった重要な氏族は天津神のグループが祖神で、その他の地域の豪族や王権は国津神と表現されていると言われます。宗像三女神は日本最古の書物の古事記において、このように書かれ、簡単に訳すと、宗像三女神は、宗像の血の奥津宮に、田切姫が、中津宮に市木島姫が、当たり津宮に、田切姫が宗像氏により祀られると書いています。宗像氏は、戦国時代まで続く名門中の名門で、神話の時代から九州を支配する天族という豪族だったと考えられています。大和朝廷と組んでこの地を支配した宗像氏の祀る神様が日本神話に取り入れられ、女神として表現されたのではないかとされます。ちなみに日本書紀ではという表記も見られ、水沼君氏と宗像三女神が関わっているという表記が見られるなど、さまざまな説が存在しています。いずれにしても宗像の地に祀られるということは神代からであり、古くから日本の玄関口を守護する重要な神様だったとされます。